新世界第一バスは香港のバス会社である。路線バスを運営しているシティバスと姉妹会社である。新世界第一バスの前身は1924年に営業を開始した中華バスである。中華バスは1933年に香港島でのバス路線免許を獲得し、九龍半島、深海を営業エリアとする九龍バスと共に運行を行ってきたが、 サービス低下が問題視され、営業指導後も改善が見られなかったため、香港政府が1998年以降の営業路線免許を与えない決定を行い、公開入札の結果、イギリスのファーストグループが営業権を獲得し、1998年9月1日より中華バスの路線や車両を引き継いで運行を開始した。その後、2000年にはシティバスの営業権を持つ香港の NWS ホールディングスに株式が売却され、姉妹会社となった。現在、約750台のバスを所有し、香港島を主に、九流半島や深海でも路線網を広げている。1998年の営業開始時には、中華バスから引き継いだ車両502台と、新たに購入した202台のバスで運行を開始し、当初は中華バスの塗装が残っていた車両も、 次第に塗装変更されていった。しかし中華バスの引き継ぎ車には最も古い車両で1974年製の車両を含む多数の老朽化した比例房車が含まれていたため、1999年から大量の新車を購入して比例房車の淘汰を進め、2002年8月17日に全車例房車化を完了した。またこのほか 香港国際空港のエアカー5ターミナル会社からの譲渡車も存在する。原油車両は2階建てバスを中心にボルボ、ネオプラン、アレクサンダー・デニスなどの欧州製車両が中心であるが中華バス時代に購入された冷房車もまだ在籍している。冷房車、非冷房車、中華バスは路線バスの運行終了後も不動産会社として存続しており、バス路線についても 無料バスとして運行する一路線と車両を数台所有して運行を続けている。DA13、17、29、30はイギリスもしくはドバイへ譲渡された。DA14、16、21から23、27、28は観光バス会社のビッグバスルートツアーへ譲渡。それ以外の車両は解体済み。車内改造工事の後、 ハノーバー社製の電子方向膜に変更されている。DA69 は、車内改造工事に伴い、手すりの色がオレンジ色に変更されている。DA66 は2007年12月にオープントップバスに改造され、2008年1月25日より、老朽化した、比例防車から改造の DM に変わり、15C 系統で走行している。10代は、シティバスへ、 譲渡されている。LA24 は路線表示機を装備していた。営業用車として最後の一両となったシャバン LA21 は2010年10月18日に 82X 系統の最終バスとして使用後に廃車。また LA7LA9LA21 は営業路線からの引退後に訓練用バスに改造され、シャバン T11T5T14 となった。 2000年頃、定員増加のため、1階席の一部が撤去された。また一部車両は旧高鉄道バスに対応されていた。車内改造工事の後、ハノーバー車線の電子方向膜に交換された。場62及び64は2001年頃にシティバスへ譲渡され、車番1041.1042となった。また一部車両は旧高鉄道バスへ対応されたことがある。 バ六十三は九百九十八年に旧香港国際空港の建物に二階席をぶつける事故を起こし、復旧作業の際に窓ガラスや空調を吹き出し口を変更した。バ五十一バ五十五は二千九年七月にオープントップバスに改装され、二千九年十月十八日より人力車観光橋、h 一階級の旅と h 二老館の旅として、 観光路線の H1 と H2 を使用されているが、バ57は2010年に火事で廃車された。ありがとうございます。